黒崎一護VS 御殿13体。その世紀の戦いがいよいよ12月13日に始まる。どうやら過去に対戦を重ねている両者、その勝敗の行方とは。今日はその戦いを直前に控え、ブリーチ2がスタジオに集結。黒崎一護 VS 御殿13体、その戦いを占っていく。ここまででかかってるんですけど、言いたくても言えないんです。さらに戦いに隠された秘密が明らかになる。思い出せルキア。TV 東京アニメーションムービーブリーチ TV。 さあ、いよいよ間近に迫りました世紀の対決、黒崎一護 VS 御殿13体ということでございますけれどもね、今回はその直前情報たっぷりとお届けしたいと思います。はい、本日のゲストの方をご紹介していきましょう。いいですね。まずはブリーチ解説の第一人者、アメリカザリガニ平井義行。そして今回の劇場版にも出演し、その勝敗を知る声優、平野綾。今年の第2回声優アワードでは、主演女優賞と歌唱賞をダブル受賞するなど、今最も注目を集める声優の一人。平野さん、ブリーチいかがですか？ブリーチはずっとジャンプの頃からっていうか、ジャンプの連載の最初から読んでたんですけど、今回が初参加なのですごく気合が入ってます。なるほど、いいですね。今回の平野さんが演じるキャラクターは非常に鍵を握る、キャラであるということを伺っておりますけれども、はい、ね、その辺は後ほどですね、はい、たっぷりとお伺いしていきたいと思います。そうですね。 MC は芸能界一のブリーチ2アメリカザリガニ柳原哲也。そしてブリーチ初心者、テレビ東京アナウンサー相内優香。では早速参りましょう。はい、まずは黒崎一護 VS 御殿13体、どうして戦うことになったのでしょうか。その過程をご覧いただきましょう。全ては精霊帝で起きた異変から始まった。黒土参りの実験室、突如起こった霊視の爆発。ソウルソサエティは一瞬のうちに霊視の雲に覆われていき、精霊帝は壊滅した。一体何があったんだ。現世で異変を感じたイチゴはコンと共にソウルソサエティへと向かうのだが、そこで二人を待ち受けていたのは、あれ、捕らえろ。はっ、俺だ、イチゴだ。わからねえのか。イチゴに関する記憶を失っていたのだ。さらにルキアがやべえんだ。ルキアだ、てめえさっきから何言ってやがる。ルキアだぞ。ルキア、かつて運命を共にした御殿13体と敵対することになってしまったイチゴ。見せてみろ。一体何が起こったのか。そしてその戦いの結末は。いやー、これ非常に気になりますね。そうですね。今回ね、その、はい、記憶がなくなるというのがね、大きなポイントなんですが、はい、どうなんですか、平野さん、これは。いや、まだ言えません、それは。うわー、内緒です。いやー、いかんのかいな。まあ当然ね、なかなか詳しいことは言えないと思うんですけれども、はい、なんか今回はですね、原作者の久保大斗先生が、なんと企画段階から協力してストーリーを練り上げたそうなんですよ。なるほど、もうご本人自らということでね、このあたり平井さん、いかがですか。何ですか。いや、聞いておられましたか。聞いておられましたか。聞いてましたよ。他にない。はい、なるほど、ありがとうございます。はい、ここでですね、突っ込んで、いつもみたいに突っ込んで。いいですよ、いいですか。はい、はい、ここで黒崎一護御殿13体それぞれの戦力を分析していきましょう。ですね、両陣営の戦力分析。まずは黒崎一護。なんだ今の。霊能力が高い高校生で、朽木ルキアから死神の能力を受け継ぎ、死神代行として働いていた。ルキアを守ることを自分の使命だと考えている。そして御殿13体、ソウルソサエティの護衛及び現世におけるコンパクの保護、フォローの退治などの任務をこなす実動部隊。総勢3000名が13の部隊に構成され、
それぞれの隊長に率いられている。総隊長山本源流祭シエフニを長とする各隊の隊長は隔絶した能力を所持している。かつて刃を交えたことのある一五と五艇十三隊、その戦いをテレビシリーズで振り返る。まずは11番隊隊長ザラキケンパチとの一戦。楽しくなってきたのに異常なほど強者との戦いを渇望し、その戦闘力は5艇13対1とも言われるケンパチ。荒々しい太刀筋、破壊力に押されるイチゴだが、てめえがなぜ復活できたのか。来るぞイチゴ。てめえの勝ちだ。激しい戦いの末相打ちとなった6番隊副隊長あばらいレンジとの一戦。凍らせてもらう。イチゴの因縁のライバル、それがあばらいレンジ。自在にその形状を変化させるレンジの残白刀ザビマルに苦戦を強いられるイチゴ。ザビマル、てめえのせいでルキアは殺されるんだ。激闘の末戦いを制したのはルキアを守りたいという強い意志があったイチゴだった。やられた。そして6番隊隊長朽木白夜との勝負。挽回千本桜影義。常に冷徹な眼差しで相手を分析し、圧倒的なスピードで敵を翻弄する白夜。そのスマートな戦い方はイチゴとは真逆。しかし最後はイチゴの挽回、天差残月が白夜を捉え、イチゴが勝利した。この勝負 K の勝ちだ。